はい、皆さんこんにちは。セグメントゲームズの管理人パーキーゲームです。はい、本日も対談ラジオをやっていきたいと思います。たびたびのご登場でございます。ゲームブログ MGM プラスエトセトラの管理人ケントワールドさんに、今日もお越しいただきました。どうもこんにちは。こんにちは。どうも、はい、よろしくお願いします。はい、まあ、たびたびのご登場ということで、そんなたびたび呼び上がってこの野郎という感じで、本当呼んでいただいて大変感謝しております。あ、はい、またいろいろお話できたらと思いますので、はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。さて、まあ、今回どんなお話をしましょうかということで、はい、ちょっとまあタッチパネルのお話なんかどうでしょうということで、はい、まあ、ちょっと抽象的ですが、はい、なんかいろいろと、はい、語りたいことがありますので、はい、あ、なるほど、よろしくお願いします。はい、さあ、まあ、タッチパネル、まあね、Nintendo DS で割とね、話題になったとはいえ、はい、タッチパネルという仕組みそのものは、当然それよりも前か、はるか前から存在はしました。まあ、Nintendo の、出してくる技術っていうのは、枯れた技術の水平思考というものであって、はい、はい、決して、目新しいものではないんですよね。それまであるものを、まあ、ゲームに、はい、そうですよね、はい。例えば、まあ、ケントワールドさん、その、まあ、DS よりもはるか前、いろんな場面でタッチパネルが使われてたりして、俺、人生で初めてタッチパネルを触った時なんて覚えてたりしますかね？そうですね、銀行で、はい、お金を引き下ろす時とかに、確かタッチパネルが採用された、機械を、はい、はい、触った記憶があります。なるほど、まあ、小さい頃にということですね、はい。はい、まあ、その時はそんな何とも思わなかったんですけど。なるほど。まあそうですね。まあ、まあ、私も多分銀行だと思うんですね。で、まあ親と一緒に行って、まあ当然私自身が銀行を使うことではないんですけど、押させてみたいなことを言ってたような、はい、そんな記憶はちょっとあるかもしれません。というのも、まあ、結構やっぱりタッチパネルが珍しくは感じたと思います、当時。うん、その触って、おーってなるような感じの、何これみたいな。そのまさに純粋な瞳でそれを見てたみたいなそんな感じで結構タッチパネルを物珍しく見てたような時期があったと思います。おそらく私は、あ、僕は Nintendo DS で初めてタッチパネルをおーって思った感じですかね、はい、あ、なるほど。まあまずね、人それぞれなんで、まあ、でも銀行が多いでしょうね、やっぱりそうですよね、うん。で、まあ、そのね、まあ、ちょっと今お話ありましたけど、まあ、ゲーム機では、Nintendo DS が初めてタッチパネルを採用、されたと、いうことで多分いいと思うんですけど、過去にあったらつい申し訳ないんですけど、はい、ちょっとまあ、わかんないんです、そこは。はい。まあ、どうでしたかね ?DS 初めてタッチしてみて、第一印象は。まあ、ちょっとさっき、ちょっと言っちゃいましたけど、はい、まあ、やっぱり純粋に驚きましたよ。おー、これはすごい。今までボタン操作だったものが直感的に触れるなんてっていう、はい、はい、いう驚きがあったってことですね。純粋に驚いてました、その頃は。はい、で、それはもう先ほどもおっしゃってたように、その人生で初めて触った時よりも DS を触った、そうですね、やっぱり遊び面で使えたことがやっぱり感動的だったんで、はい、はい、ちなみに初めて触ったソフトについてなんですけど、はい、すごい無難で申し訳ないんですけど、本体と同時に買ったので、スーパーマリオ 64DS になります。はい、このゲーム自体は、はい、あくまでもタッチパネルの仕様は、本編ではサブ的だったんですけど、はい、タッチパネルを活かしたミニゲームが収録されてたんですよね。ありましたね。はい。それと、マリオ64のオリジナル版にもあった、マリオをいじる、覆面、ちょっとした、はい、覆面のちょっと遊びがあって、はい、それで、マリオたちがイラスト化するんですね。そのイラストの線をなんかぐちゃぐちゃできたりとかして、あ、はい、これはすごいってびっくりしたんですよ。はいはいはい。ありましたね、確かにそんなのが。はい。文字がこんなにぐちゃぐちゃ、うよよ動くものなのかという。ボタンではできない、はい、まさに新しい体験だったと。あれは本当にもう驚きましたね。なるほど。はい、はい、そうですね、私の場合はあれかな、逆で人生で初めて触った方がやっぱり驚きがあって驚きありましたが、はい、驚きというか、まあ、珍しかったというか、で、はい、DS の時私はその体験台の触るメイドインワリーを触ったのが初めてだったんですね。最初、まあ、触ってて、
確かにすごい直感的という部分に関しての驚きはあったんですけど、はい、すごいこうビリビリとくる衝撃はその時にはなかった。なかったですか。こう、あの、本当にできるんだっていう認識は確かにできたんですけど、はい、その瞬間は意外とおおって終わった感じだったんですよ。ところが、はい、そのプレイしてなんかその感覚を後から考えた時に、なんか後からじわじわと湧き出る期待っていうのがあったなっていうのは思ってますね。あ、じわじわとですか。そうですね。こう、あんなことできるんじゃないの、こんなことできるんじゃないのっていう、まあ、想像がまあその瞬間ではなくて後から膨らみ始めたというか、なんか、うん、そんな感じでしたね、その当時は。なんでだろうと言われてもすごく困るんですけど。僕もそうですね、Nintendo DS を初めて、見たときは、やっぱこんなゲームはできないかとかいろいろ想像しちゃいましたね。はいはい。本当に新しい、ね、ゲーム機にとっては新しい世界でしたので。そうですね、確か初めて公開になったのが2004年の E3 だったと思うんですけど。はいはい。はい、その頃はどっちかというと2画面に目が行ってたと思うんですけど、はいはいはい。それであのタッチパネルがその頃、はい、だんだん情報が出てきて、はい、で冷静に考えてみたら、あ、これはいろいろできるんじゃないかと思って、なんか、はい、すごいワクワクしてたのを思い出しました。そうですね。まあ確かにその見た目のインパクトで言うと、はい、ね、あの、2個みたいな、あそこの方が。やっぱ見た目的には印象的ですからね。私はそうですね、初めて知ったとき。そうですね。あ、でも私は初めて知ったときもタッチパネルに注目してましたかね、やっぱり。おお、すごい目の付けどころが。2画面でできることっていうのは確かに、でかいことがあるとは思ってたんですけど、はい。言うなればゲームキューブとゲームボーイアドバンスで実証済みだったので、ああ、珍しいとは感じなかったんですよ、最初。ああ、珍しいとは。おだけど、まあ、タッチパネルはもう本当に完全に新しいものでしたので、そっちへの期待の方がやっぱり最初から大きかったかなという感じでした。あ、なるほど。でもやっぱりタッチパネルって触ってみないとやっぱなかなか凄さが伝わらないものだと思うんですよね。うん、そうですね。まあ、なので、割とね、発売前から一応体験台はあったりしましたし、体験できる機会はまあ徐々にね、店頭ではありますけど、増えていったので、まあまあ、それなりにって感じだとは思いますけど、はい。はい、はい。そんな感じで、ね、まあ、DS が初めてそれでね、タッチパネル対応して、まあ、それこそ今でしたらね、もう、まあ、当然、後継機となる 3DS ももちろんですし、はい、プレイステーションビータの方もタッチ採用してると。まあ、おそらく、ま、今後、いろいろ出てくる中で、タッチパネルというのは、割とま、その、浸透してきたというか、標準化してきてるんじゃないのかな、みたいな部分がちょっと出てきてます。なんだかんだそうですよね。うん、はい。しかし、まあ、その一方で、はい、まあ、どうしてもやっぱね、ボタン操作に慣れ親しんだ人からしたら、やっぱりタッチパネルはね、って懸念しちゃう傾向っていうのは未だにあると思うんですね。ありますね。僕もちょっと今のタッチパネルに手に関して割とポジティブに書いたんですけど、はい、やっぱりゲームの中には煩わしさというものを感じちゃうものがありますね。はい。例えばそのケントワールさんの中でですね、はい、こういったそのボタン操作にどうしても離れられないようなユーザーに対してタッチパネルが今以上に受け入れられる可能性ってあると思いますかね。そうですね。やっぱうまく活かしたゲームを出し続ければ少しずつは収まっていくんじゃないですかね。はい、ある意味このタッチパネルを敬遠するユーザーというのは過去にトラウマがあると思うんですよ。なるほど。やっぱり初期の頃ってタッチパネルを目新しいものなので、はい、無理やり、開発者の方も活かしたがると思うんですよね。まあそうですね。はい、そういうゲームを、たくさんやってしまうと、やっぱトラウマというものができますんで、はい、まあ、そういう過去のトラウマがありますあると思うので、やっぱそういうものを徐々に、解消するような作品が、今後も出続ければ、待っていくんじゃないですかね。はい、ちょっと話が逸れちゃうかもしれませんけど、はい、海外ゲーム、海外ゲームについても、やっぱ皆さん、過去にトラウマがあると思うんですよ。不親切だったりとか、はい、見た目から来る、バタ臭さとか。はい。でも、そういったものが、最近は、売り上げとかを見てると、徐々に、解消されつつあると思うんですね。なるほど。はい、まあ、それは海外ゲームがちゃんと、面白くなってきてるからと思いますし。はい。ああ、でも、今のおっしゃられてることは確かに、なんかその通りだなと思いましたね。はい、ありがとうございます。そのいわゆる洋ゲーと呼ばれる部類っていうのが、はい、まあ私も本当にその
印象としてやっぱり難しそうという印象どうしてもあって、はい、それで長いことを触ることがなくて、まあ、数年前に Xbox 360を買った機械で、まあ、何個か触ってみたら、まあ、全然遊びやすいじゃないかと。いうふうに。その前のトラウマは何だったんだという。まあそうですね、トラウマというかもう完全になんかそういう印象を刷り込まれてたんでしょうね、変な話。しかもそれはその遊んだからではなくても遊ぶ前からそういう印象があったというか、まあそれに近いものだと思うんですね、個人的には。はい、そのまあその活かした、まあ、DS でも 3DS でもタッチパネルを活かした作品、それこそまあ DS が発売されて、どれぐらいだ6年なり経ちますけど、はい、そのタッチパネルを生かした作品がっていうふうにおっしゃいましたけど、はい、その生かすといってもどう生かすかによっても多分コアユーザーからしたら、はい、タッチパネルはあれだよねみたいにやれちゃうところっていうのはあるのかなと思ってまして、私の中ではね。で、はい、例えば最近の作品なんかないかな、最近の作品だったら例えばまあ、リズム回答ある、はい、はやられやりました。はい。あれなんかもう、まあ、ボタンだけではなくて、タッチパネルもジャイロもすごく駆使してて、はい、非常に面白い作品に仕上がってると思うんですけど、そうですね。すごいうるさい人からしたら、やっぱり、スライド操作とか、ジャイロでリズムゲームやるのは、なんかなっていう印象がついてしまう。そうですね。やっぱ、あの手のリズムアクションゲームは、直感性が求められますんで、はい、あとそれとデバイス面でのあの正確性というものがありますので、はい、やっぱそうなるとボタン操作にはかなわないと思うんですよね。やっぱ、はい、そのタッチスライドよりもやっぱボタン一つ押すだけで反応が返ってくるのはやっぱり、はい、すごい正確性に差があると思うんですよ。はい、なのでまあその一番の懸念って多分そこなんですよ。そのスライドしたらどこで判定が入ってくるのみたいなところがわからないみたいな。そう。多いので、多分そこが一番コアユーザーが懸念してる部分だとは思うんです。はっきり言うと。あの手のゲームって、パーフェクトクリアとか、そういうやり込み要素とかあったりしますんでね。はい。そうなるとやっぱり、ボタン操作が一番正確なんで。うん、で、まあ、そのリズム回答Rのようなね、スタイルのゲームなんて、当然散々出てきたので、はい。まあ、そのタッチパネルってそう使うもんなんじゃないのみたいな、各社がですね。そのいろいろやってきて、なんかおのずとそういうスタイルになんかなってきてるというか、まあ、こんな感じならいいんじゃないですかみたいな、はい、まあ、ボーダーラインといいますかね、そういうのが決まってきているところがあるんですね、その開発者側がからしたら。なるほど。だけど、それがユーザー側にとっては、ってなっちゃう部分がまだある。っていうのは今も続いてる。だからこそ未だにっていう話じゃないですか。6年も7年もなので。そうですね。うん、だからそういう生かし方ではないんだろうなという話なんですね、厳密に言うと。では、ではどう生かすかというと、まあそうだな、いい例で言うとモンスターハンタートライジーなんかいい例なのかなと思いました。下画面を、ね、サブ的な役割を果たすという、あれがまあその全くのおまけというほどね、邪魔なものでもなく、かといってあれでも格段にもうなんかバランス崩れたということでもなく、結構程よく便利な存在になってくれてるので、はい、そういうなんかまあ延長線上、はい、まあもともとあるコアユーザー向けの作品、まあコアユーザーじゃなくてもいいんですけど、そういったものの延長線上でこう、まあさっきね、ケントワラさんがそのタッチパネルを無駄になんとか使おうとするみたいなことをおっしゃってましたけど、そういうことではなくて自然とそう収まる手段がいいでしょうね。つまりその私もね、こうなかなか難しいですけどね、言葉でまとめるのはそのモンハントライジー、あるいはプレイステーションビータで背面タッチパッドがつきましたけど、はい、背面タッチパッドによるコアユーザーならではのタッチパネルの使い方っていうのが提案できれば、それはそれで、浸透する可能性が、まあ、あると思ってるんですね、未だに。まだなので、はい、そういうところを、まあ、なんとかしなきゃいけないのかなとは思ったりはします。なるほどですよ。ただし、まあ、DS や 3DS はどうしてもライトユーザー向けなので、はい、まあ、正直難しいかなと思ってます。やっぱり、コアもライトも納得できるゲームデザインっていうのは難しいという。
そのライトユーザーは一部のゲームにしか目が向かないんですけど、コアユーザーはそれ以上に目が向いてしまいますので、嫌なゲームも必要以上に目に入っちゃうもんなんですよ。そうですね。というと、大昔にケントワールさんがおっしゃったように、なかなかコアユーザーっていうのは新しいものを受け入れられない。360のこのゲームばっかりやってりゃそれでいいんだみたいな人が例えば海外で多いとか、まあ以前も少しおっしゃられてました。ああ、そうですね。はい。まさにその通りで、タッチパネルもやっぱり表面的に気になってて、でそれでずっとまあ DS や 3DS がこういうゲーム、そういったゲームを発売してきて、それでもやっぱりタッチパネルに対しての懸念が拭えないのであれば、まあ一生拭えないんでしょうねって話なんですよ、はっきり言って。それを拭うためにはもう本当に恐ろしいほど方向転換しなきゃいけないと思います。そうですよね。それができるとしたら DS や 3DS ではなくて、もしかしたらビータなんじゃないのっていうのが、まあ私の感覚です。ああ、なるほど。